しきが今日の借り物か。なかなか遊べそうだ。さーて始めるか。久しぶりにいい金ができそうだよ。お前たち、さっさと獲物を借り出しておいで。待ちな。あなた方の好きなようにはさせませんわよ。帝国歌劇団参上。はあ、貴様らが歌劇団か。人の屋敷に上がり込んでの勝手な振る舞い、許しませんことよ。勝手に人の家に入り込んで好き放題するんじゃねえよ。礼儀ってもんがあるだろ。あら、あなたもあまり人のことは言えないと思いますけど。うるせえ。いいね、そのくらい元気がなくちゃ面白くない。貴様らたっぷりと恐怖を味わってもらおうか。なんですって。さすがこの神崎すみれの何より、ここは一歩も通しません。気に入らないね。人を心配する余裕なんて貴様らにはないんだよ。さあ狩りを始めるよ。この私を楽しませておくれ。爪を持って荒野をかける、それは猛虎。牙を持って悪しきを裂く、それは剣道。闇あるところに光り合い、いくぜ千円陣。Thank you.
それにしてもお見合いの席に乱入するなんて少尉も無茶をなさいますこと。あら、何のことかしら。資金援助のことなんて私知りませんわよ。それにお見合いというのもなかなか貴重な体験でしたわ。あら、ごめんなさい。お気を悪くなされました。ああ、それにしてもやはり私は帝劇のトップスター。私を待ちわびるファンの皆さん、花組の皆さんの声が、声が私は話してはくれませんのね。悲しい運命ですわ。ええ、少尉、ありがとうございました。私少尉、通信切ってませんでしたの？いいえ、何も言ってませんわよ。さあ、おしゃべりはこのくらいにして、そろそろ参りましょう。少尉、私を見ていてくださいな。守られるってのも悪くないな。目標撃破。アイリス、行きます。
隊長。見ていてくれよな、隊長。私がカルトな。面白い。望むところだぜ。返り討ちにして差し上げますわ。私は金剛や木敷とは違うぞ。貴様らを逃がしはせん。僕はずっと練り殺してくれるわ。ついてるぜ、隊長。ペルニクスもガリレオも二人の前では天動説。この世界は二人を中心に回っている。神崎風神流自然ガッツバター
てやる。私を守ることができるのは少尉だけですわ。見ていてくれよな、隊長。うなれ、あたいの拳を。三陣転生。Erster. Das Rheingold. Kangeki Dan. Ningen gotoki ga.所詮あなたの力はこの程度のものですわ。帝都にあたいらがいる限り、お前たちの好きにはさせないぜ。待っていろ。次は、次こそは貴様らを仕留めてやる。
づきましたわね。ああ、なんとかな。でもよかったな、スミレ。縁談も壊れたし、帝劇にも戻ってこれるし。しかし、最後の機会を逃しちまったな。何ですの？今期だよ。お前みたいな蛇女と結婚するなんて男は、もういないんじゃねえのか？もともと根気のない誰かさんには言われたくありませんわね。だと？あら、反論の余地がありまして。久しぶりだね、スミレとカンナの喧嘩。あの二人、コメディアンですか？面白すぎます。え？違いますよ。仲良くというわけには参りませんが、例のあれですわね。おう、あれかい？よし、じゃあ行くぜ。せーの、勝利のポーズ決め。はじめまして、藤枝楓です。この度、帝国歌劇団副司令を拝命しました。あやめ姉さんが作り、そして守ってきた帝国歌劇団、これからは姉さんに代わってこの私がお世話させてもらうわ。よろしく、皆さん。もう、大神さんったら、綺麗な人を見るとすぐデレデレしちゃうんだから。大神さん、大ニュースです。米田支配人の意識が戻ったそうです。米田のおじちゃん、元気になったの？よかったですね、大神さん。これで帝国歌劇団も元通りになりますね。さあ、それじゃあみんなで米田支配人のお見舞いに行こうぜ。の私が舞台に立てば、これぐらいは当たり前ですわ。おいおい、主役を差し置いて勝手なこと言ってんじゃねえ。なんなら勝負するか。望むところですわ。
どうぞよろしゅう。次回桜大戦2大暴れ火の玉芸者ガールズ、大正桜二の段の嵐、悪い奴らは許さへんで。